インボイス登録したばっかりに。 消費税もらえない場合でも消費税を納めないとダメなの消費税の超基本ルールや2割特例などについてお話ししてまいります。お送りする内容はこの世にはインボイス登録者とインボイス未登録者しかいない。インボイス登録したのに消費税がもらえない場合どうなる ?2 割特例の最新解説などについてお話しします。というわけで今回はちょっとややこしいお話でインボイスを登録したら本来消費税がもらえるはずなのにそれをもらえなかった。 その場合でも消費税を納める必要があるのかという話なんですが大前提としてちょっとおさらいをさせてください2023年10月1日インボイス制度が開始されて以降はですね世の中には2種類の事業者個人事業主法人が誕生することになりました一つはインボイス未登録で免税事業者だという方この場合消費税の納税はしなくていいです ただし、2年前の年間売上が1000万円以下だという場合に限ります。で、消費税の納税はないんだけれども、代わりにインボイスは発行できない。そのため、 報酬とか代金から消費税分がカットされるリスクが出てきてしまいます。まあそんな中でね、どうやって請求書出せばいいんだみたいな問題が最近起こってるんですが、それは前回の動画で詳しく解説しております。で、今回はこちらではなく、もう一方、インボイスを登録した課税事業者というパターンの方の話です。で、この方々は消費税の納税義務が発生しています。 で、インボイス。日本語で言うと、適格請求書を発行する義務であったり、発行したらそれを保存する義務、インボイスを受け取ったらそれも保存する義務というものが発生します。インボイスというのは、これまでの請求書レシート領収書にですね、消費税額や税率、そしてインボイスの登録番号を書いたもの。それがインボイスになります。で、いろいろと面倒くさいことは多いんですが、一応インボイスを発行できる事業者だということで、ビジネスはやりやすいです。 しかし、そんな人にも悲劇は起きるんです。で、今回は自分のお客様だったり、YouTube のコメント欄にあった質問を取り上げます。インボイス登録者からの質問です。その方はフリーランスで売り上げが1000万円以下でした。もともと免税事業者です。で、インボイス制度前は普通に請求書を出して、1件1万円で受け負っていました。 で、インボイス制度が開始されるにあたって、今後のことも考えて、インボイスを登録することにしました。そのため、免税事業者から課税事業者に変わりました。なので、10月に入ってからですね、1件1万円の仕事に対して、消費税の1000円を足して、インボイスをその会社に発行しました。で、本来あるべき姿の話をしますと、1万1000円のインボイスを発行したら、会社から1万1000円が振り込まれて、で、 課税事業者になったので10月以降の仕事に関しては消費税を納税する必要があります消費税の計算というのはもらった消費税から払った消費税の差額を納めるのが原則ですなので今回仮に払った消費税経費や仕入れがゼロだったとすると 1000円消費税をもらっているので、その1000円を消費税として納める。これが、まあ、本来あるべき正しい姿です。ところが今回質問にあったのは、1万1000円のインボイスを発行したのに、会社から、いや、振込は1万円だよと言われてしまったそうです。まあこれなんでかっていうのは後で説明しますが、もう消費税はつかないと。じゃあこの場合、このフリーランスの人は消費税はゼロしか入ってこないからゼロを納めればいいのか、もしくは それ関係ななななく課税事業者なんだかから1000収めなきゃいけないけのかこれ、どどっっちちなんんでですすすかとといいう質問が来たんですさあ皆様どっちだと思いますこれ消費税の基礎が分かってる人にとっては簡単なんですけども、パッと聞いて、あれどっちだろうと思う方も結構いるかもしれません。これ、0と1000。比較的どっちが正解に近いかというと、正解は1000の方です。消費税分を仮にもらえなかったとしても、消費税を納税する義務は残ったままなんです。 ただ、1000ではないです。どういうことかというと、会社が仮に1万円振り込んだとしても、会社側はですね、消費税なしで1万円振り込んだわけじゃないんです。本体価格が9,091円に消費税909円を足して1万円、つまり税込み1万円という処理で振り込みがなされるんです。 なので、仮に、このフリーランスの方の経費がゼロだったら、もらった消費税909円を税務署に納めることになるんです。で、なんで会社が1万1000円のインボイスをもらったのに1万円振り込むという事態になったかというと、会社としては、いや、これまでもう1万円は税込みのつもりだったんだと。だから、インボイス制度が始まっても、それは税込み1万円だよね。ということで、こういうことになるそうです。 もうこの辺はですね、ちょっとフリーランスの方の立場が弱くて、ちょっとこの会社にあんま強く言えないから、もう仕方ないから1万円にしますと。つまり、インボイスも税込み1万円ってものに作り直して、出すはめになったそうです。 じゃあ、このフリーランスは、これまで1万円もらって消費税を納めなくて済んだのに、今後1万円同じようにもらったのに90、909円も消費税を納めなきゃいけないのか、これ、大損ですよね。でも実際は90、909円を納めるのは、だいぶ後のお話です。現時点では、こんなに納めなくてもいいんです。というわけで、次は90、909円ではなく、実際いくら税務署に納めなきゃいけないのか、という話をします。 今回のようなインボイス制度開始に伴って免税から課税に切り替わった人についてはですね、消費税の納税額が2割に減る2割特例というのが適用されます。これは2023年10月から3年間ということなんですが、2023年。 今ですね、10月から12月という3ヶ月間、これ消費税収めなきゃいけないんですけど、ここでも2割特例が使えます。2020年、2025年、2026年も1月から12月、1年間丸々2割特例を使うことができます。これは、2023年10月から3年後に含む課税期間という考え方なんで、ちょっとややこしいんですが、期間の途中からいきなり2割特例がなくなるってことはないです。で、2027年以降は、 簡易課税か本則といわれる消費税の原則を、まあ、どちらかを選ぶってことに現状なってますが、この簡易課税については過去の動画で詳しく解説しておりますので、よかったらそちらをご参照ください。なので、実質ね、4回2割特例を使うチャンスがあるんですが、その中でね、2年前の年間課税売上げが1000万円を超えた場合は、この2割特例が使えなくなっちゃいます。あくまでもずっと1000万以下だよっていう方のための特例です。で、この2割特例は事前に届け出とかを出す必要はありません。 なので、いつでもできます。要は、確定申告の時に、2割特例するしないっていう選択ができます。やり方については、この後お話します。で、この2割特例を選択した場合は、払った消費税は無関係になります。え、消費税の原則っていうのは、もらった消費税から払った消費税を差し引いたのを収めるんでしょう。というふうに先ほど私言いました。しかし、この払った消費税が無関係になるってどういうことかというと、この2割特例の計算式に理由があります。計算式は、 売上から110分の10をかけて、さらに2割かけたのが消費での納税額です。後で具体的な数字を言いますが、ちなみにこの110分の10っていうのは、軽減税率の飲料とか食料品は、ここが110分の8になります。 で、この計算式を見たらお分かりの通り、売上げの金額だけで消費税の納税額が確定してしまうので、そう、もらった消費税、売上げだけ気にすればいいんです。払った消費税は気にしなくていい。ってことは、最終的に言うと、経費とか仕入れのインボイスは別にもらわなくて大丈夫です。なくていいです。自分が発行する方のインボイスだけ気にすればいい。なので、インボイスの管理が大変だっていう手間が省けるので、2割特例が使える方は非常にラッキーです。 じゃあ、この似合いクで具体的な数字を見ていくと、今回のケースのような、売上げですね。これは、もう税込みで計算します。このケースで言うと、1万円ですね。で、1万円に、 110分の10をかけて2割かけると181円になります。なので、この売上一1万円に対する消費税は181円。2割特例の場合は売り上げの大体1.8%と覚えていれば合ってます。ですから、このフリーランスの方の消費税納税額は909円消費税がもらうけど、払うのは181円ということになります。 つまり90、909円から181円にと約2割に減っている。これが2割特例なんです。という非常に消費税を減額できる2割特例が2026年まであるんですが、2割特例を選択しない方がいいケースというのもあります。代表的なのが、卸売業をやっている方々。 この方々は、簡易課税っていうね、先ほどもちょっと出しましたが、それを使うと、売上でもらった消費税の1割でいいというルールがもともとあるので、そっち使った方が有利です。で、卸売業じゃなくても、2割特例を使わない方がいいケースというのが、2番の、多額の設備投資などを行った事業者です。つまり、もらった消費税よりも、払った消費税の方が多いと。これね、普段の商売で払った消費税の方が多かったら、それただの赤字なんで、その方々もまあ、2割特例じゃない方がいいんですけど、まあ、多いのは、 例えば、新しく店舗を作りました。事務所を作りました。内装工事めっちゃかかりました。何百万もしました。という場合は、売り上げよりも経費の方が多い可能性、めちゃめちゃありますよね。そういう場合は、もらった消費税より払った消費税の方が大きいってことは、収める消費税がマイナスになる。つまり、還付金が発生します。2割特例や会員課税を使ってると、還付金というのが原則発生しないんですが、こちらの計算式のような消費税の原則、本則を使っていると、還付金が発生することがままあります。 なので、いや今年、確定申告してみたら、払った消費税の方が多かったわっていう方は、2割特例を使わない、原則的なこの計算式である本則を使うということになります。で、実際、どのように2割特例使ったり使わなかったりするのかというと、2割特例用のね、手引きが最近出ました。こちらね、概要欄にもリンクを貼っておきます。で、これを見るとですね、紙で消費税申告をする場合は、こちらのですね、2割特例のところに丸をすれば2割特例しなければ、 にわりとくれじゃないというふうになります。基本的には会計ソフトとかで作ることになると思うんですけどね。ちなみに、今度の令和5年分確定申告では、インボイスを機に課税事業者になった方々は、10月から12月の3ヶ月分だけの確定申告をするんで、その辺は間違いないようにしてください。で、e-tax を使って消費税申告をする方はですね、なんかとっても簡単だそうです。ただ、ここについては、また確定申告の時期が近づきましたら、このチャンネルでもちゃんと取り上げようと思っておりますので、よかったらチャンネル登録を してお待ちいただけますと大変嬉しいですというわけで2023年10月8日時点の情報でございました今後についてはこちらでご確認くださいというわけでこの動画がちょっとでも役に立ったという方は高評価ボタンを押していただけるとこの3連休の休みをつぶして頑張った私の励みになりますというわけで今後ともごひいきにバイバーイ